グループシーカーによる全日本スポーツプロトタイプカー選手権シリーズは3月6日富士スピードウェイでその幕を開けた。500キロというロングディスタンスシリーズにあっては最短のレースだけにスプリントレース並みのバトルが展開された。しかし結果として残ったのはポルシェの圧倒的な強さで、クロムエポルシェの岡田ディケンズ組をトップに上位にはずらりとポルシェが並んだ。続く第2戦鈴鹿500キロレースでもポルシェが上位を独占。そして第3戦富士1000キロもポルシェ圧勝かと思われた。しかしここでトヨタ勢が大健闘。関谷リース組が2位、鈴木圭一バリラ組が5位とポルシェの一角を崩した。そして迎えた第4戦富士500マイルではルマンを終えて戻ってきた日産とトヨタが5万5000人のファンを前に好バトルを繰り広げた。両チームともこのレースからマシンを国内仕様に変更し打倒ポルシェに燃えていた。レース序盤はポルシェを置き去りにしたトヨタの関谷リース組と日産の長谷見鈴木アグリ組、星野高橋健二組の対決で進み、一時はそのままゴールかとも思われた。しかしポルシェ勢の粘りは見事で、最後にチェッカーを受けたのは岡田ディケンズ組。日本勢では日産が3位と5位に食い込んだ。このレース日産とトヨタのポテンシャルアップが光ったが、ポルシェ打倒への道はまだ遠かった。シリーズも終盤へと入った第5戦の鈴鹿1000キロレース。8月の終わりという日本では最悪のコンディションの中、ポルシェ対日産、そしてトヨタの戦いが繰り広げられた。このレースでも日産がポルシェを追い詰め大いにファンを沸かせた。しかし今一歩で3位に甘んじ、全てを最終戦のウェックへとかけた。そしてジャガー、メルセデス、ポルシェと世界の強豪を迎えたウェックインジャパンでは、第5戦で3勝目を挙げた岡田がポールを奪取。まさにこの1年が岡田のシリーズであったことを示した。88年スポーツプロトタイプカー選手権は岡田とディケンズが初のシリーズチャンピオンに輝いた。